ンの配給宅でたまのコラボ商品を紹介したいと思います。これだけこうつけてキーホルダーみたいになるんだ、はい。こんにちは、なおいです。こんにちは、あやです。今日はセブンイレブンの配給宅でたまのコラボ商品を紹介したいと思います。チュッパチャプス。今年の5月頃に配給宅でたまのコラボ商品がセブンイレブンから出るぞみたいな話がバーって出てたんだ。そういう話が出てて、でなかなか出ないなと思ったら、やっと8月に入って販売が開始しました。買いに行ったんですけど、まあ人気すぎますね、全部売り切れ。あ、そう。で、私が買えたのはこのチュッパチャプスのケース付きの、はい、コラボ商品のみでした。一番人気ないのかって言ったんだね、じゃあね。どうなんだろう。人気ないのかな、やっぱり。セブンイレブン限定ね。はい、見てますかね、皆様は。配給。見てる人もいらっしゃるんじゃない？そうですかね。うん。うん。まあ、その、まあ、じゃあ、紹介しましょう。僕ら、おっさん、おばさんだからな。そんなに知らないんだよな、背景のことは。噂程度です。はい。こういうデザインになってます。ここにね、バレーボールにね、くっついてるグデ玉が可愛いですね。一つ税込み378円です。チュッパチャップスにこのね、ケースがついている。開けて入れるとケースになると。そう、なるほど。これで持ち運べると。そう、しかもこうつけれると、カバンとかに。チュッパチャップス食べた後もこれだけこうつけて、はい、キーホルダーみたいになるんだみたいですね。で、中に何かちょっと入れてさ、そうそう、チーとかどうでもいいねえっていうのと、飛べない。飛べない。ちょっとね、まあ、かわいい。そう、ここら辺ちょっともうぐでたまの世界観に寄せてくれてますね。寄せてくれてますね。これしかないんですよ。本当に毎日行ったんだけど、うん、増えないっていうかなくなっちゃってて。ちなみにこれ味っていうのはコラボ限定の味とかあるの？いや、特になさそう。ね、他にもね、マスキングテープとか、そのキーホルダーとか、はいはい、ピンバッジとか。いろいろあるんですけど、セブンイレブンっていうね、うん、割とそのサンリオの商品だけど、サンリオのショップに行かなくても身近で買えるじゃないですか。でもやっぱ人気がありすぎるので買えないってことが言いたかっただけです。やっぱそ、今グデタマもすごいし配給もすごいと。チェックして、買ってみてください。ちなみに今日は、はい、これしかないので、こぼれ話でももう一商品紹介するので、はい、よかったら最後まで見てください。もっといいやつ買えると思ったんだけど、ちょっとね、出遅れちゃった。というわけで皆様、さようなら。こぼれですよ。はい、こぼれですよ。大上さんがね、実はね、はい、おはようございますってして、カメラをこうやってね回す前かに、はいはいはい、ベルベルって全部喋っちゃうんですよ。ほうほうほう。でもう、こぼれで喋る言葉全部なくすんですよ、おやさんは。そこで全部喋るから。まあここで喋れるような話でもないけど、ね、まあね。最近本当にその配給のコラボ商品以外でも、うん、そのぐでたまの、うん、なんていうか、お菓子とかっていうものがすごいセブンイレブンでたくさん売ってて、その中の一つでこのゆで玉プリンゼリーっていうのがあったので、うん、またもう極物っぽいよね。プリンなのかゼリーなのか。しかもね、プリンゼリーなのって書いてあって、その下にカスタード味って書いてあるんです。だからもう何のこっちゃわからない。プリンはカスタード味って言う必要ないもんね。そうそうそう、プリンなのゼリーなのみたいな。カスタードなの。じゃあプリンなのかゼリーなのか、せーので言いましょうね。の感じで一個ずつ違うね、絵が書かれてます。私も違う。ゼリーの感じがすごいする。あ、でも匂いはプリンです。めっちゃ匂いがプリンだ。プリンゼリーだ。もうこれほんとプリンゼリーだ。え、なにこれ。美味しいぞ。美味しいけど、プルンプルン、プルンプルン、プッチン、一瞬あれ、そう、最初プッチンプリンかなと思うんやけど、うん、なんか違うぞ。そう、なんか違うぞ、うん、ゼリーっぽいぞ。そう、ゼリーの硬さですよね、これは、うん、プリンに比べたらこう、水っぽいよね。そう、プルンプルンと、みずみずしい、うん、みずみずしい感じがちょっとある、うん、なぜか。しかもこれ全部食べても120カロリーですよ。あ、カロリー低いんだ。低い。それはいいかも。なるほど。カロリーの低いプリンを食べたい感じか。それだと価値はあると思う。それだと美味しいかも、うん、まあ、よかったらね、この、うん、買ってみてください。そう、みんなで分けっこできるよね、これ。カロリーを控えたい人は、うん、でもプリンは食べたい人は、そう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 、おすすめです。おすすめです。はい。ガビーン。